さあやってまいりました、ついに最終回。そうですね、最終回来ちゃいましたね。早いっすね。もうだから残ったのサミちゃんだけですよ。あ、確かに、うん、だからもうカップルは成立したわけなんで、まあ、今後彼女たちがどうなるのかっていうのをね、最後はちょっと見守っていきましょう。はい、はい、なんか意外な結末ってなんすかね。そうだね、意外な結末ね、前回僕言ったんですけど、意外な結末が待ってると思うので、うん、なんだろう、ご覧ください。じゃあ皆さんも意外な結末まで、3、2、1、どうぞ。究極の選択ってこのことなんやろなと思ったんですけど、正直言えば短期で言えばシャンシャンなんですよ。愛嬌もいいし、すごい楽しかったし、でただやっぱり今回の企画上選ばれた人ってまあね、カップル成立みたいな感じになるじゃないですか。やっぱ長期で考えていった時に絶対言葉っていう部分がどうしてもやっぱネックになる、壁と言いますかね。もう本当にすごい苦しい決断だったんですけど、不甲斐ないです。やっぱもうちょっと中国語喋れればなって思いますし、シャンシャンなんて英語使えるからさ、英語もちょっと喋れたらなって思うし、そういう部分ちょっとやっぱ先が羨ましいですね。最終日まで残った女の子を決めましたね。決めました、昨日ね。はい、それではね、今回私が用意したこちらのクリスマスツリー、こちらの方で彼女さんを呼ぶことは成功しましたか。はい、ちゃんと約束しました。はい、はい、それでは私、ここであなたに最後の試練です。一応これで本企画はカップル成立となりますが、しかしですよ、はい、最終確認として本当にお付き合いするのかどうかを彼女と確認してもらいます。わかりますね。もしこれで本当に最終確認で付き合ってしまうのあなた、今後彼女と付き合うことになりますから。そうですね、ちゃんと今後の未来も考えて彼女と最後の確認をこちらにしてもらいます。はい、なので間もなく彼女が登場しますので、
気を引き締めて最終確認の準備をお願いいたします。はい、それではナビゲーターの私はできるのはここまでです。最後はご分を祈る。それでは失礼します。わあ、これ一番緊張するね。緊張するね、これは。ピョリャン。ピョリャン。5日間、まあ、生活して、カップル成立になったじゃないですか。まあ、これで、まあ、僕たちが本当に多分、カップルになると思うんですけど。だけど、まあ、4泊5日で、まあ生活をして、まあ、これでカップル成立するっていうのはなんか僕的にはなんかまあ期間が短いというか、なんかもうちょっと僕はお互いを知ってみたいなって思うんだけど、サニーはどう？我觉得是时间有点短，但是知道，还想要更认识你，所以如果可以的话，希望有更多的时间让我认识你，然后再去发展这一段恋情，我觉得会更好。好，希望有更多的时间可以认识对方。そうですよね。そうです。はい。わかりました。まあ、まあ、そう言ってこれで終わるわけでもないから。うん。これからまあ二人でもうちょっとお互いの関係を築き上げていけたらいいなと思います。それは OK。OK。OK。じゃあ。これからもよろしくお願いします。お友達ってことだね。先生。終わりました。すごい。うわ、寂しい。なんか寂しいけどすごい結末。でそこから1年後でからはまあ今友達としてちょっとお付き合いはしないんですけど、で結構もう破産してもうお金がないんで、あそうなんで付き合ってる場合でもなかったないんで利益もあるんですけど、こういう結末になりました。結局ね、はい、検証的にはね、言葉の壁を乗り越えて恋愛に発展するのかっていう検証だったんですけど、はい、言葉っていうのは大事だったんですね。難しいですよね。ですよね、難しいですよね。まあどうです、海外の方で完全に言葉が通じない方とか付き合えますか？でも、心が通じないと言ったら思うけど、実際ね、実際考えると難しい。でもなんか外国の人に目を見て I love you って言われた。それこそちょっと言ってみ、言われてみたい。実際でもいいから経験してみたいっていう夢はあります。ななちゃんは確かに、あ、私もそうですね、会話の壁はでかいですね。あの、Dさんみたいに私もちょっとリラックスして話せるようになると思うし、ちょっと会話はでかいと思いました。ね、これは多分俺も多分、僕はあの英語も話せるから、いすごい、基本的に多分恋愛は多分全国、全世界行けるんですけど、けどやっぱりね、完全に言葉が分かる難しいと思う。保証結果はね、はい、あの言葉っていうのはやっぱり恋愛する上では大事だったということです。その通りですね。その人が外国の人だったら、でも勉強頑張る、あー確かに、ということで、はい、ご覧いただきました、はい、立体恋愛物語、はい、これにて終了なんですけど、はい、また何かこういう企画があればぜひまた遊びに来てください。
見に行きたいです、読んでほしいです、ぜひ寄ってください楽しかった、もこちゃん2回目だからね、そうですね、2回目、はい、ありがとうございます、もうキャラが濃くてちょっともうこれは面白いよ、でも新たなキャラが来ました、いや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 、もう俺たちよろしく同じ匂い感じるぞはい、ということで以上です、ありがとうございます、ありがとうございます、ぜひね、もこちゃんとななちゃんのツイッターもインスタもありますので、ぜひチェックお願いします、それでは台湾の皆さん、またお会いしましょう、バイバーイ、谢谢你，谢谢你，谢谢谢谢你，谢谢谢谢你。